いたしました。次に山下芳樹君。はい、山下君。日本共産党の山下芳樹です。直近の毎日新聞の世論調査では、消費税増税反対が 60%、 賛成が 37% となっております。他の世論調査もよく似た傾向で、日を追うごとに反対が増えております。総理は消費税増税に反対する国民が多いのはなぜだとお考えですか。はい、野田内閣総理大臣。その前のですね、こういう具体的な議論が始まる前の段階で消費税を引き上げるかどうかについての世論調査があったときには、割と理解をされた方が多かったと思うんですね。でそれがいわゆるちょっとリアリティが出てきているときに、やっぱり自分の懐のことを考えることもあると思いますし、何よりも何のために引き上げるのか、我々は社会保障の安定化充実のためという使途をもっぱら社会保障に決めているわけでございますが、そういうことをきちっとご説明をしていかなければいけないなというふうに思っております。委員長。山下君。説明すればするほど反対が増えているというのが今の実態だと思いますね。私は国民の中で消費税増税の反対が多いのは、生活が苦しくなっているからだと思います。資料に政府の生活意識調査をお配りしておりますけれども、この調査でも生活が苦しいという国民が1997年消費税増税の翌98年に初めて5割を超えております。平成10年ですけれども、その後増え続けて今約6割に生活が苦しいという方が増え続けているわけですね。今でも生活が苦しいのに消費税が 10% になったら暮らしていけない、これが国民多数の声だと思いますが、総理いかがですか。はい、岡田副総理。ここは我々も伝える努力をいろいろしなければならないと思います。今週末ごとにですね、各地域で説明しておりますが、例えばその年金受給者の方が消費税が上がるとですね、大変な状況になるというご意見をいただくことがあります。で、それはもちろんそういう面があることは事実ですけれども、しかし同時にですね、消費税を上げて物価が上がった分は年金は上げるんですよというふうにご説明すると、あ、そうだったんですかと、こういう反応も返ってくるわけですね。ですから、きちんと伝える努力、それをさらにしっかり行っていく必要があるというふうに思っております。はい、山下芳樹君。総理いかがですか。はい、総理。今のデータでお示しされた平成9年10年というこの消費税引上げの後から増えたというかですね、消費税だけではなくて、これもろもろのその経済状況も含めての相対的なその国民の意識だというふうに思いますので、消費税だけでこれは見るべきではないというふうに思いますし、いずれにしても先ほどの副総理の答弁のようにきちっとした説明をこれからもやっていくことが大事だというふうに思っております。山下芳樹君。国民の生活がこれほど苦しくなっているときに増税していいのかというのはもっと真剣にですね、私は検討する必要があると思いますよ。それ検討しないからね、国民からかけ離れたことになるわけで、私もう一つ国民の意識からかけ離れているという点で、3月30日の総務委員会で私がですね、1997年に消費税率が 3% から 5% に引き上げられた後、景気が悪化し税収も大きく落ち込んだデータを示しました。例えばですね、地方消費税が導入されたにもかかわらず、地方税収全体は増税前の35兆円から現在の34兆円と約1兆円も減ったこと、それから住宅着工件数が3分の2に激減し、その後回復が見られずに100万人を超える雇用が失われたとの試算もあることなどであります。その上で消費税増税が景気悪化の引き金を引いたと認めになりますかと総理に質問いたしましたが、総理の答弁はですね、消費税を引き上げることで社会保障の将来像に不安がなくなる、消費が喚起され経済が活性化される可能性もあるというものでありました。私は消費税を引き上げると景気が良くなる、これは国民の常識からあまりにもかけ離れていると思いますが、総理その根拠を示してください。総理、はい、総理の答弁ですか。それじゃあ野田内閣総理大臣。先ほど国民の生活意識調査、大変苦しいとか苦しくないとかっていうのがありましたけれども、一方でですね、政府が行っている内閣府の調査で、国民生活に関する世論調査というのがあります。
で、それによりますと老後の生活設計に不安を感じる人の割合、これ年々上昇傾向にあるんです。不安を感じているということですね。で、これは老後だけではないと思います。若い人たちについても社会保障の持続可能性についての不安というのは私は高まってきていると思いますので、その不安ということをなくしていくということは、それは消費を喚起したり経済の活性化につながる可能性は私は一つのやっぱり要因としてはあるというふうに思っています。山下君。社会保障の不安がなくなればという前提がありました。それが実態はどうかということが大事だと思いますね。政府がやろうとしている政策でそれがどうなるのか、パネルと資料をお配りしておりますけれども、消費税増税に加えて社会保障の負担増と給付減がこれからですね、すべての世帯に連続して押し寄せてくるということを示したのがこのパネルであります。高齢者世帯にはですね、2012年昨年の物価下落を理由に年金額の削減 0.3% が行われ、さらに過去の物価下落時に年金を下げなかったとして12年度から3年間で 2.5% 年金が下げられることになります。で、その後は物価下落分に加えて年金額を 0.9% 削減するマクロ経済スライドの発動も検討されております。その上2012年度は後期高齢者医療制度や介護保険の保険料が改定されることによって、多くの地域で値上げが予定されているわけですね。それから右側、サラリーマンの子育て世代もですね、多くの世帯で子ども手当がこれ削減されます。さらに、子ども手当の財源に充てるとしていた税の年少扶養控除廃止のために、今年の6月から住民税が増税になります。今年4月には中小企業などの従業員が加入する協会健保の保険料も値上げされます。それから、自公政権時代の年金改定で厚生年金保険料の毎年の値上げも今年10月に行われます。その上来年1月からは復興増税も始まるということでありまして、これ見ていただいたらですね、もうこれが月を追うごとにですね、負担増給付減が全ての世帯に襲いかかってくるわけですね。このパネルのケースですと、高齢者世帯の負担増は年約18万円、子育て世代は年約30万円にもなる。総理、これで不安がなくなり消費が喚起されるどころか、国民は不安が膨らみますますお金が使えなくなるんじゃないですか。総理。はい、岡田担当大臣。今のお話聞いておりましてですね、例えば年金の物価が下がった分にスライドして下げるという問題、これを今けしからんとおっしゃるわけですが、それをやらなければそれは次の世代が全部被るわけですね。ですがそこの部分も含めて議論しないと、表面的に上がる分、負担が増える分だけ議論していてもですね、そういう次の世代の付け回し、それから社会保障制度もですね、今のままいったらいつまで持続可能かという問題は当然あると思います。そういった将来の社会保障制度を持続可能にするために我々消費税を上げることをお願いしているわけであって、どん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 先の世代に付け回しをして、どっかで年金医療介護が持続可能でなくなってもいいというのであればですね、それは委員のご指摘もあるかもしれませんが、私はそういうことではないと思います。合わせて今回の改革の中で、例えば年金制度の最低保障機能を強化することとか、あるいは国保などの保険料を所得が少なくて払えないそういう方のための配慮とか、いろんな所得の少ない方に対する配慮を今回の改革の中に入っておりまして、それも今提案中の法律の中に入っておりますので、そういったこともぜひ考えていただきたいと思います。山下君。将来につけましてはならないと言いますけどね、これね、将来の社会保障が良くなる展望全くないじゃないですか。年金だって全然最低保障年金40年間以上かからないともらえない仕組みじゃないですか。民主党政権は今襲いかかってくるのは負担増と寄付減なんですよ。これでなんで消費が良くなって景気が良くなるはずがない。こんなことやったらますます税収が減ってですね、社会保障の安定財源も減っていくと。この道は全く展望のない道だと。日本共産党はその消費税増税に頼らなくても社会保障を良くし、財政危機を打開する道を示した提言を発表しておりますが、こういう展望ある道を政治が真剣に示すことこそ今求められているということを申し上げて終わります。以上で山下芳樹君の質疑は終了いたしました。